ヶ月ぐらい、お母さんは食事をほとんどしません。ラオミもそうでしたが、リリが生まれてすぐの頃は全く食事も水分も取らずずっと赤ちゃんを抱き続けます。ある程度大きくなってきて少し離れても大丈夫になってくると、鼻の中に置いて水分も食事をしてまた鼻に帰っていくというようなことになります。ですので、お母さんのラオミは本当に赤ちゃん中心の生活になります。まあ、一定の時間は自分の食事をしなくても赤ちゃんを大事大事育てる時間が、ございます。ラオミもこのようにずっとだと言っておりました。で、自然界のメンバーと関わらずラオミもしっかりと元気に愛情をいっぱいに育てておりました。ご質問ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして質問コーナー終了とさせていただきます。本日はたくさんのご質問誠にありがとうございました。で、ここまで小泉さんの友人の公開練習撮影が終了いたします。この後は小泉さんの登場にお母さんのラオミもやってまいります。どうぞ親子でご覧いただけますので、この後もおいてご覧くださいませ。それではこの後もお母さんのお会いしますので、どうぞ素敵なひとときをお過ごしください。ありがとうございました。お越しの運動と赤ちゃんパンダとお母さんパンダのご覧のお客様でご案内申し上げます。退出前ただいま大変混雑しております。どうぞ後ろの方と交代しながら皆様ご配慮までご観覧お願いいたします。なお赤ちゃんパンダ10人は9月18日に誕生いたしました。生まれた時の体重は192グラム、そして本日の体重は4675グラムまで成長しております。今月初めぐらいから目が開くようになり、最近では大きく何やるちょっとさ、そこ手を取ったらよかった。じゃあちょっと後ろの方も見えやすいように前の方の方は少ししゃがんでご覧ください。また時々後ろの方と交代もしていただき、皆様のご配慮ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いいね、写真ね。